そうな。なんかこのボードゲーム、あれだな、カードが手元にあるわけじゃない。これ、どんなお題が他にあるのかすごい気になる。確かにね。確かにね。お題は別にまあ何でもいいんですよ。はい。何でもいいんですけど、一応こちらボードゲーム、お題自体は、多分このボードゲームの中だけでも100以上ありますね。あ、そんなにあるんだ。じゃあなんか例えば、あれとかいいの？あ、なんかこう、二次三次で、こう、画面偏差値とか。やめなさい。やめなさい。あ、本当だね。違う。好みだから、好みだから、それ。好み。確かに。泣く人を出さないでくれないから。あ、魅力ある人とかさ。あ、え、それも。それもなかなか。みんなどう転んでもよくない。人間関係やるのよくないかもしれない。みんなもう箱内で順位をつけるのはよくない。やれて足が速そうとかだと思いますよ。足が速そう、強そう、早く起きそうとか、ね、戦闘力高そう。なるほど。画面やばい。ちょっとストレートすぎたか。ダメだ。ほっといダメだよ、お前。バイバイ、お前は。そういうところだよ、お前。え、でもみんな言うてさ、学校とかでよく、うん、ほら、なんか、異性の顔面偏差値とか。やめなさい。まだ掘り下げる。やめなさい。食べんな、もういい。食べんな。たたんだ、たたんだ、もういい。いや、でも実際誰何言ってんの今それ自分の中でな、自分の中でな、まゆずみかいもこっち側の人間なんだもんな。え、じゃあ、じゃあ分かんない。じゃあ二次三次一番ボーリングうまそうな人は。あー、ボーリングうまそうな、ボーリング、ベルモントバンドやから。しかもボールボーダー絶対ベルモント。なんかそういう世界に慣れてそうな人みたいな感じだよね。はいはいはい。あのルルちゃん下手すらオーバースローで投げるからね。ルール壊してんだよね。ダメだよ、そんなの。